この項目では2015年シーズンの J3 リーグについて述べる。J3 リーグとして2年目のシーズン。前年に引き続いて明治安田生命保険がタイトルスポンサーとなり、リーグ戦の名称を2015明治安田生命 J3 リーグとした。2014年12月16日に概要が発表となった。3月15日開幕、11月23日閉幕の 全39節、合計234試合が行われた。参加クラブ数が奇数となるため、毎節1クラブは試合がなかった。2巡目が終了する8月15.16日の第26節から9月5.6日の第27節の間に3週間の中断期間が設けられており、この間にほとんどの地域での 第95回天皇杯と県予選と天皇杯1回戦が行われた。2015年シーズンの J3 のクラブ数は前年より1増えて12。カタール富山が J リーグディビジョン2から降格。一方、レノファ山口 FC が日本フットボールリーグから入会した。2015年シーズンの J3 の参加チーム数も前年より1増えて13。なお、 今年度をもって J2 以上に所属するクラブの控え選手による J リーグアンダー22選抜の参加は終了となった突起なき場合監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている2014年12月16日に発表となった概要では前年からの大きな変更点はない2年目となったこの年の J3 は前年昇格争いを繰り広げた長野町田に 前年4位の鳥取、1年での J に復帰を目指す、富山などが軸となると見られたが、蓋を開けてみると、第2節 J-22 戦で J リーグ記録体となる8から0で圧勝するなど、参入1年目ながら、上の点、広志監督のもとで攻撃的サッカーを掲げる山口がリーグを席巻する。対戦が一巡する、第13節終了時点では、 勝ち点30の山口と勝ち点28の長野が、首位を争うが、その後も、山口は、FW、岸田和との J リーグ記録となる9試合連続ゴールなど、攻撃力が衰えず、首位をキープする一方、長野は2巡目で5勝2分5敗と調子を落として一歩、交代、変わって、第7節から14試合負けなしとなり、この間わずか6失点と堅守が光る町だが、 第20節で2位に浮上する。第23節終了時点では、首位山口と2位町田の勝ち点差が12まで開いており、山口がこのまま独走を続けるかと思われた。ところが、3巡目に入って、山口はそれまでに連勝の秋田、富山に連敗するなど勢いが突然止まり、第29節の町田との直接対決を制する、もののシーズン序盤ほどの勢いは回復せず、 第36節には逆に山口に敗戦五六、連勝した町田がついに山口と勝ち点で並び、第37節までには3巡目に入って10戦、負けなしの3位長野も両者に迫る混戦状態となる。長野は第38節で相模原に敗れて2位以内の可能性がなくなり、優勝争いは最終節を前に勝ち点が並んだ山口と町田の2チームに絞られた。 迎えた第39節、アウェー、トリギン、バードスタジアムで、鳥取と対戦した山口は、序盤2分で、鳥取 MF、安藤優とのゴールで、先制点を許し、前半は、鳥取に、リードをされる展開。一方同時刻にアウェー、南長野運動公園総合球技場で、長野と対戦した町田も前半は、スコアレスで終える。後半に入り、 山口が62分に FW、岸田和人のゴールで同点に追いつき、直後の64分には町田が長野 MF、佐藤幸のゴールで先制を許し苦しい展開となる。しかし山口は72分に鳥取 FW フェルナンジーニョに勝ち越しゴールを許すと、直後の74分には町田も FW、鈴木隆のゴールで同点に追いつき、一転して、 町田が有利な展開となる。試合はこのまま終盤を迎え、南長野は1の1のまま試合終了。一時は南長野に山口敗戦の方が流れ町田関係者が湧く場面もあったが、とり、スタではアディショナルタイム6分に MF 平林明良間のゴールで山口が同点に追いつき直後に試合終了。観戦していた村井光 J リーグ J アマンが、 これまでの J リーグの優勝争い、昇降格争いの中でも歴史に残る試合といっても過言ではないと述べるほどの劇的な幕切れで、特殊点差により山口の J3 優勝、町田の2位が決まった。上位では、相模原が2巡目以降トップ4をキープし続けるも、終盤の第30節から1勝5敗で失速し、優勝争いに絡むには至らず4位。中位以下では、 富山はこの年監督に就任した、騎野の安幸の戦術が浸透せず、監督解任後も、浮上のきっかけをつかめず、第32節終了時点で、J2 復帰の可能性がなくなり5位で終了。鳥取は、シーズン序盤で J2 ライセンスの申請を断念し、早々に J2 昇格の可能性がついえたが、若手の活躍もあって6位でシーズンを終えた。また、 イビチャオシムの元通訳である、マセ修一が監督に就任した秋田が、序盤戦こそ勝ち星を挙げられず低迷したものの第23節から13戦、負けなしと終盤に快進撃を見せて8位に食い込んだ。最終更新は2015年12月6日の、試合終了時出展、J リーグデータ順位の決定基準。 1. 1勝ち点 2. 特殊点差 3. 総ゴール数 4. 直接対決の結果 5. 警告数 6. 抽選。1J2 リーグ22位との自動、上る、広角及び、同21位との入れ替え戦については、J3 の1位2位クラブが J1 もしくは、J2 ライセンスを保有している場合のみ行われ、1位、e、2位の、どちらか、あるいは両方がライセンスを保有していない場合、自動昇格。 公格か入れ替え戦、あるいはその両方が行われない場合がある。22位までに U-22 選抜が入賞した場合、U-22 選抜を除く12チームの成績を、元として自動昇格、または入れ替え戦出場チームを決定する。32015年11月19日に開催された日本サッカー協会の理事会において、 J リーグアンダー22選抜の活動を2015年シーズンをもって終了することを決定した。1から26節27から39節最終更新。2015年11月23日出展。J リーグデータ1から13節最終更新は2015年5月24日の試合終了時出展。J リーグデータ1差10列のチームがホーム側。色。 青イコールホームチームが勝ちキーイコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。14から26節最終更新は2015年8月16日の試合終了時出展。J リーグデータ1差10列のチームがホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキーイコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。27から39節最終更新は2015年11月23日の 試合終了時出展、J リーグデータ1差10列のチームが、ホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキイコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。最終更新は2015年11月23日の、試合終了時出展、J リーグデータサイト最終更新、2015年11月23日出展、J リーグデータ中期、全シーズンは J、J2。 全シーズンは JFL。ありがとうございます。